皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。本日は、ついにもう3週間切ったということですね。井上フルトンまであと3週間。いやー、もう日に日にね、もう緊張が増していきますよ、自分の方は。そしてもういろんなことでもうメディアがもう毎日報道してますね。そして井上尚弥選手なんですけど、横浜駅をジャックしたと言われてますね。横浜駅の、まあこれ地下街ですかね。まだこれ自分目で確認してないんで、まあこれ写真だけでの判断なんですが、もう横浜駅の、まあ柱というんですか、まあそこにもうすべて井上フルトンのポスターが貼ってあるということですね。いや、これボクシングで、まあここまでね、なるっていうのはもう井上尚弥選手ぐらいじゃないですか、日本人だと。まあかつては村田亮太選手もね、こういう風にはなったんでしょうけど、もう今は井上尚弥選手だけですよね、ここまで大々的になるというのは。いやー、非常にもう毎日が楽しみですね。7月25日、いや迫ってきましたね。そこでフルトンの方も、まあ意外なニュースが流れてきましたね。これはスペインのボクシング専門メディアがフルトンの特集をやっていますね。そこでフルトン、壮絶な半生を紹介してますね。まあそれによると、まあフルトンっていうのはアメリカの東ですね、フィラデルフィア出身、フルトンは。まあここは、あれですよね、ニューヨークとワシントンのちょうど間の都市ですよね。まあ大都会のフィラデルフィアですよね。まあここを出身みたいですね。だから普通に育ったわけではなかったんですよ、フルトンは。フルトンは生まれた直後、まあ自身の父親が銀行強盗で刑務所に収監されます。なんと10年も入りますね。そして姉妹と生活しています。そして母親というのは、まあこちらも薬物中毒。まあそしてこれ完全にフィラデルフィアのスラム街育ちですね。まあそこにある学校の入り口には金属探知機が設置され、まあ本当に友達の中にも麻薬の売人や路上で命を落とす者もいたということです。本当のスラム街育ちですね。ただですよ、そのフルトンに、まあ、転機が訪れるんですよ。これっていうのが、まあ、10年服役した父親が出所して、まあ、やっと改心して、まあ、子供たちに正しい道を教えることを決意しました。そこでストリート育ちのフルトンをボクシングジムに通わせ、才能を開花させたということですね。いやー、これ素晴らしい話ですね。そのスラム街育ちのフルトン。いや、まさかフルトンっていうのはね、こんな育ちをしてたとは意外ですね。フルトンっていうのはなんか行儀がいいので、普通家庭で育ったものかと思ってたんですよ。もしくは金持ちで育ったのかなと思っていたら、やっぱりアメリカ、こういう育ちなんですね。いやー、これはやはりね、強いわけですよ。ただこの生活をしていたから強いと言ってるわけでもないんですが、やはりこういうハングリー精神っていうのは、まあ人よりあるんですよね。こうやって育ったからにはもう、俺にはこれしかないんだと、ものですよね。もうこれ以外にはもう道がないんだということなんですよ、これっていうのは。やはりこういう育ちをしてて、やはり本当にお金が必要。まあ日本っていうのは割とですよ。まあなんとなくボクシングがかっこいいから始めてみた、なんか親の勧めでなんとなくやってみたらハマった、そういう動機の人多いじゃないですか。やはりそれとは違うんですよね。特にまあまあアメリカもそういう人多いんですけど、まあ発展途上国の選手とか、まあフィリピン、タイ、
まあその他いろいろ南米中米、まあ、様々ですよね。まあやはりねこういう育ち、まあちょっとねボクシングやるっていう覚悟がやはり違いますよね、こういう育ちの人っていうのは。それに対して井上尚弥選手っていうのは英才教育ですね、もう生まれた時からの。そしてこの記事でちょっと面白いことが書いてあるんですよ。井上はポケモンのサイズでゴジラを破壊する能力を持つ、フルトンはそれに立ち向かうための武器を持っている、クリンチを使って相手の神経を削っていく、空中ブランコ乗りのように動き、ダイナマイトに負けない耐久力を備えている、ナオヤには弾道ミサイルのような拳があるが、フルトンの抵抗力はサイズと自然な体重のメリットに加えて有利な条件となる可能性があると、フルトンの前線を予測してますね。いやーこれはね、こういうのねやっぱりメディアがね盛り上げていくんですよね、試合が近くなってくると。いやーこれいい例えですね、井上はポケモンのサイズでゴジラを破壊する能力を持つっていうのは、いやまさしくねそこですよね。いやーこれ本当に楽しみですね。まあこっからねこういうメディアが、まあ、こういうような記事をこれからいっぱい出していくと思いますよ。いや自分の方でもね、まあ、こういうのがあると助かるんですよ、本当盛り上がりますよね。いやスラム街育ちのフルトン、まあどういう戦いを見せるか。あとクリンチですね、やはりここにも書いてあるんですけど、フルトンのクリンチね、これがハマるかどうかですよね。まあ当然井上尚弥陣営はここを予想して練習を行っているはずです。井上選手はフルトンのクリンチには絶対捕まらない、そういう練習をしてるんでしょうが、実際はどうでしょうか。まあお互いの作戦がどっちがハマるかですよね。もう全ての攻撃をかわして井上尚弥選手が弾道ミサイルのような拳を叩き込めるかどうかですよね。いやー当然ねもう本当にフルトンペースになってしまう最悪な恐れっていうのもあるんですよね。まあこれは勝負なんでどっちかが勝つんですよ。いやー楽しみですね本当に。はい、ということでね、また続報の方ね入り次第こちらで放送していきます。ではチャンネル登録、あとツイッター、インスタグラムのフォローも皆さんよろしくお願いします。それでは本日はここで失礼します。ありがとうございました。